オトー危険校内死栄高校と称される。姉リュートガルトは東フランク王ルートビヒ3世と結婚した。880年にアニブルンが死去した後、作戦行為を継承した。877年1月16日のガンダースハイム修道院に対するルートビヒ3世の特許状によると南中林源がオットーの所領であったという。また、 897年1月28日の特許上には、オットーは辺境博であり、アイヒスフェルトを領していたことが記されている。また、オットーは908年には、ヘルスフェルト在属修道院長の地位にあった。サクソン人の歴史家コルバイのビッドキントの記述によれば、オットーは911年に、東フランク王国の王権を要求したが、受け入れられなかったという。ただし、 この要求が史実かどうかは疑わしいとされている。また、オットーは、マインツ大司教八頭と共に、コンラート一世を東フランク王に推挙したとも言われる。912年にオットーは亡くなり、ガンダースハイムの教会に葬られた。869年頃に、バーベンベルク家のオストマルク東方編脅迫、ハインリヒト、イタリア王ベレンガーリオ一世の姉妹インゲルトルードの、 間の娘ハトビヒと結婚した。ハトビヒは母方から、フランク王ルートビヒ一世の彦にあたる、以下の子女を設けた。ありがとうございます。